皆さんこんにちは。超雑談力の著者、作家で心理カウンセラーの井戸忠司です。コロナも一旦収束してですね、皆さん新たな環境に溶け込もうとされている時期かと思います。新たな職場、新たなクラスルーム、新たな学校、そういった新たな環境に馴染もうとする、溶け込もうとする、新しい人間関係を作ろうというところで結構肩に力が入ってですね、いろいろこう仲良くならなきゃ、いろんな話をしなくちゃというふうに思われるかもしれませんが、そういう必要はありません。単にですね、そういう目の前の人と仲良く雑談をすればですね、それだけで人と人は仲良くなります。じゃあ次に雑談というと、じゃあどういうことを話せばいいのかっていうふうに結構悩まれる方が多いと思うんですが、雑談といってもですね、実は適当に話を合わせるだとか、よくわからないけど興味のないなんか天気の話とかで間をつなぐとかっていうことではないんですね。雑談には雑談に適した雑談用の話し方というものがあります。雑談はいわゆる普通の話し方とは近くて、雑談をするためだけの話し方というものがあるということをまず分かることが大切です。具体的にはですね、どういうふうに雑談をすればいいのか、何が雑談用の話し方なのかということは、こちらの本超雑談力に書いてあるんですが、例えばですね、いわゆる一般的な天気の話とか時事ネタの話というのを話すのは実は NG で、それよりもなるべくパーソナルな話、自分の話をした方が人と人の距離は近づきやすいですとか、例えばですね、よくさしすせそで相槌を打つというようなコミュニケーションテクニックがよく言われていますが、そうではなくて、あいうえおでリアクションする。具体的にはですね、あーいいねー、おーというように、あいうえおで大きくリアクションするだけで相手に話を聞いているよと伝えることができるので、これもおすすめです。最後にもう一個テクニックをお伝えするとですね、人と話していて、つい、それどうしてというふうに、それなんでそうやったのというふうに聞いてしまうことがあると思うんですが、それはですね、結構 NG な雑談で、そうすると相手に考えさせてしまう、なんでだろうなというふうに考えさせてしまうという効果があるので NG なんです。そうではなくて、何か相手がエピソードを話した時にはですね、どうやってそういうふうにやったのとか、どういうふうになったのとかっていうふうに、Why ではなく How で質問をすると、相手が話を広げやすくなるし、自分としても聞きやすくなるという効用があります。雑談用の話し方、雑談に適した話し方というものが世の中にありまして、それを一冊にまとめたのがこちらの超雑談力という本になります。なので、これから新しい職場、新しい学校とかでですね、新しい環境、コミュニティに馴染もうとする方は、ぜひですね、この超雑談力を読んでいただいて、正しい雑談力を身につけて、身の回りの人と関係を築いていっていただければと思います。